はいこんにちはこんばんは、元気でしょうか。はい、霊感ね、私、ないんだけど、ないんだけど、あのー、霊感がある人の無意識のやっている仕草でってあると思うんですよ。うん、で、それを、えーまあ、こういう特徴があるよという人もいると思うんだけど、 うん、何があるんだろうね。無意識に,無意識にそのあさっての方向を向いているとかね。降ってこう空中を見るっていうのかな。あな,んなんかあるのかなって見,見ちゃうよね、うん。別に本人としては霊感が全然なくて。あの 売ってみただけの話なんだけど、うん、多分その七不思議のロムさんなんかも霊感が基本的にあるんだって小,小さい頃からで父親も霊感が強いという人なんだけど本当にスイッチを入れるんだって、うん、スイッチをオフにするとまあ ほぼほぼ見えない状態なんだけどスイッチを入れると本当に何にもない景色にその人が見えたりとか何かよくわかんないものが見えてしまうっていうのがあるみたいなんだよね。うん。そのフィルターが取れて見えなかったものが見えてしまうっていう感じらしいんだけど多分そういう時って顔つきっていうかサ目つきっていうのが。 本人は変えてるつもりはないんだけどでその周りの人たちはすごくあなんかちょっとか顔つけが変わったとか目つけが変わったっていうのがなんとなくわかるんだと思うんだよねうんただその持ってる人は分かんない だだけどどううなんだろう、ね、本当に小さい頃からそういう霊感っていうかよく分かんないものが見える人と途中から覚醒して覚醒してってい言い方を怒られるからあの霊感がね持ってしまったっていう人は、うん、体制がその霊に対する体制っていうのかなそういうのが、うん、かなり違うと思うんだよね。 対処の仕方っていうかさ、うん、そうそう結構その芸人さんでも二十歳超えてから霊が急に見えたっていうのが芸人さんでいて何人か前にその松本人志さんのちょっとする話かなんかで、うん、お話しされてましたね急に見えたんだよってでも本当に普通にこう 渋谷の,あのス,クバスクランブル交差点なんかでもあの人数以上に人いあの霊いますよっていうね幽霊いますよってい,ういるし普通にその落ち武者みたいな人がいたりとかするみたいですね普通にボーって立ってるような感じがするよっていう話もしたりとかするし、うん、変なし 二倍、1.5とか、二倍ぐらい人がいるような感じで、わさわさいるよって、<laughs> っていうのがあるみたいですね。その、そういう体験が私がわかんないんで、見たことないし、まあ、体験したらいいからわかんないんだけど、多分そういうことをね、体験できる人ってもしかしたらいるかもしれないんだけど、ね、どうなんだろうね。<laughs> 体験したら体験したらすげえ嫌だなと思うけど、うん。で、どういう状態でそういう霊感が発動できるのかな発動っていうか、ボンって霊感があるようになるのかなそれが分からんのよね。その具体的なさ、霊っていうかそういうのが し記されていないというか話されていないからよくわかんないんだよね。たぶん小さい頃から見ているっていう人は親から受け継いでるっていうのもあるんだろうけどうん途中から見えてる人っていうのは何かのきっかけじゃないとダメなんだよ。あわかんないね発動するんだよね。 多分よく言われるのがそのよく見える人の近くによくいたからその霊感のね特殊能力じゃないけどそういうのが、あのー、少し分けてもらえたっていうかさう映ったっていうかさそういうのがあるからそういうのがあって見えるようになったとっていう人が多いんだけどどうなんだろうねその芸人さんもそういうのがあったのかなそういう だ霊感、まあ、とか見える人の近くにいたかっていうと分からんけど <laughs> 本当にねまたまたまそういう仕事があって期待とかしててうんで、まあ、そういう人の霊能,能力とかっていうある人の近くによくいたから。 そういう能力っていうかそういうのが見えるようになったのかもしれないんだけどね突然パチンとうん見えないね私もねまあどういう見え方をするしているのかなっていうのはちょっと興味はあるけど毎日見たいかっていうとそうでもない <laughs>、うん、本んに限定的な 見え方でいいっていうふうに思っちゃうな。まあ,あくまでも私の感想ですけどね。うん、あくまでも。ただその、ね、未解決事件なんかでね、その霊感を持ってる人を発動発動っていうか活か、ね、すればいいんじゃねっていう話をよくされるけど、まあそうは言ってもね。 全部が全部こう解決するかっていうとそうでもないだろうしさ。うん。ねそうじゃないですか多分。<laughs> ねって思うんだけどまあまあ。結局、よくわかんないやっていう感じなんだけど。皆さんどう思いでしょうかもしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。